はーい、少量チャンネルでーす。翔太です。りょうです。少量です。少量です。はい。はい、というわけでですね、はい、今回はですね、うん、まあちょっとある、うーん、なんだろうな、うん、まあこういうことがあったっていうことを話したいなと思うんですけど。そうね、うん、うん、まああれっす、大してめっちゃ重いことではないです、正直。うん、うん、なので、うん、それは心配しないでほしいんだけど、うんうん、あのですね、この雰囲気がさ、もう見てる人を重たくさせるよ。あ、ほんと？うんうん。あーあありがとうございます。はい、あのですね、僕ら、ちょっと、ある事情で飛行機で移動してたんですね。うんうんうん、なんか飛行機乗ってる時でさ、うん、上にいる時ってさ、うん、結構耳とかさ、なんていうの、うん、気圧の変化でさ、膜張ったりするよね。うん、耳が。うん。で、それってさ、あくびとかさ、うん。なんか水とか飲んだりしたらさ、治っていくじゃん。治る。もう地上に着いたら完全にね、うん、治るじゃない。うん。それが僕、治んなくって。うんうん。で、なんか携帯とかで調べても、まあ、数分から、うん、まあ長くて数時間って書いてあったから、うん、まあ、治るかなって思ったら、ずっと治んなくって、うん、で、その日はその、ずっと治んない感じで、うん、まあ次の日、うん、朝、まあ今日なんですけど、うん、まあ今日は今日で、耳の調子はちょっとまあ良くなってはいたんですけど、なんか詰まってる感じであったので、うん、一応病院に行ったんだけど、うんうん、なんかそしたら、まあちょっとその炎症してて、うん、うんうん、まあ都合悪く、うん、なんかその飛行機でその耳がね、うん、バーってなってる時に、うん、重なっちゃったんだ。そう、タイミング悪くて、うん、まあずっとそういう感じになっちゃったんだけど、うんうん、僕も調べたし、いろんな、うん、なんかを聞いたりしたら、なんかそのダイエットとかで、うん、急な体重減少すると、うんうんうん、結構耳に響く。うん、だって。あ、そうなんだね。でさ、うん、俺さ、そのダイエットをしてて、うん、まさか耳に影響あると思わないじゃない。知らなぁ。聞いたことなぁ。なんでかなぁと思ったけど、うん、なんかそう、それも結構関係あるみたいで、うん、で、僕、ちょっとね、まぁ、あんま言いたくなかったんだけど、うん、その、体重もね、うん、まぁ、80キロ後半ぐらい、マックスであったの、うん、僕。うん。うん。で、今はもう70キロ台なんだけど、うんうん、それを、まあ大体僕2週間ぐらいで、減らしたんだよね。減らした。うん、でも普通考えたらさ、そんな短期間でさ、6、うん、6キロ、7キロとか落とすものじゃないじゃない。うん、落とせるものでもないんだけど、うん、できたのよ。うん、だから、それもあって、うん、あ、良くないんだなって思ったの。うん、てか、翔ちゃんいつもそうじゃない？うん、なんか、落とすときにさ、急激に落としてさ、うん、前回もさ、なんか動画出したけど、はい、体調崩したじゃん。ね、まあ、なぜそのダイエットするかというと、うん、普通にその BMI っていうさ、うん、ものがあって、うん、それで僕の場合は身長が170ちょっとだから、うん、やっぱりそうなると肥満体型になっちゃうのね。あ、その BMI で言ったらね。そうそうそう、うん、だとするならばやっぱり標準の方が健康ではあるから、うん、健康に向かって痩せようっていう感じなんだけど、うん、そういう風な健康になるように痩せてきたつもりだけど、うん、体には負担がめちゃくちゃあるから、うん、逆にね、うん、痩せて、それでまあこういう感じになっちゃった。そうなんだね。だからそれが影響してるとは全く思ってなかったけどね。そうね。で、なんかそのね、やっぱさ、僕ツイッターとかで、うん、なんかそのダイエット記録っていうか、うん、自分なりに発信してたんだけど、うん、もしなんかそういう風なことが僕以外に起こったりしたら、うん、ちょっと何もね、できないから、なんか一緒にダイエットを私も始めますみたいな方も多かったりしたら、あ、そうね、コメントでね、でも、うん、俺がダイエット推奨しちゃったような形になっちゃったなっていう風に思っちゃって、うんうん、なんかそういうのもあって、なんかやっぱりダイエットって結局は自分の責任なのかなっていうのは、うん、僕は正直改めて思った。そうね、やっぱ自分のペースで、うん、急激に痩せるんじゃなくて、うん、徐々にね、うん、ちゃんと食事管理とか、うん、運動をしたりとかね、そういう痩せ方をしないと、うんうん、ただ単にさ食べずにさ、うん、痩せるとかさ、うん、で、なんか、うん、言うてさ、痩せるっていう人って結構、うん、美意識高い人が多いから、まあそうね、元々痩せてる人とか多いと思うの、うんうん。だから僕の場合は本当に肥満だったから、うん、痩せた方が健康だし、いいと思ったんだけど、うん、それこそ BMI が標準の人たちっていうのは痩せる必要がないんだ、うん、そもそもね。だから、やっぱり、まあ、もちろん、痩せてる方が綺麗に見えるし、うん、スタイルよく見えるし、その方がいいかもしれないけど、うん、やっぱり違うところに影響
されるぐらいだったら、うん、やっぱしない方がいいかなとは思うよね。ああ、そうね、うん、やっぱね気にしちゃうからね、周りにどう見られてるのかなとかさ。そうだね、うん、だしやっぱ一番いいのは、うん、多分まあ1週間に1度とか、まあ、2、3日に1回とかに体重計に乗って、うん、あちょっと痩せたなとかちょっと太ったなって分かるぐらい、うん、だったらさ少しだけさご飯減らしてみたりとかさ、うんうん、ちょっと食べてみたりとかさ、うん、それができるわけじゃない、うん。だからちょこちょこそういう風に自分で確認するのが大事なのかなっていうのは思ったね。あ、確かにね、うん、ってことは、はい、ダイエットやめるの？何が？ダイエットやめるの？ダイエットはねでもねいや痩せたんだけど、うん、まだまだ僕はその標準ではないから、うん、まあでも一気に痩せるのは良くはないんだけど、うん、まあ様子見て、うん、もう少し締めた方が多分、うん、人生の中で考えると、うん、その方が多分健康体かなとは思ってばいい、うんうん、だからある程度の期間で、うん、痩せるっていうのがいい。半年とかさ、うんうん、1年とかさ、うん、それでそれをかけて痩せていくっていうのがやっぱり体にはそんなに負担かけずにさ、そうだね、うん、健康的に痩せていけるのかもしれないよね、うんうんうん。あと運動をしないとね。運動ね、なかなかやっぱりほら今のご時世っていうのもあってさ、うん、あの家にこもりがちじゃん、うんうん、歩く機会も少なくなっちゃうし、はい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 、ね、仕事自体も翔ちゃんほらテレワークっていうかさ、うん、在宅で仕事ができるからさ、いいね、より動かないっていうか外に出歩かなくなっちゃうじゃん、うん、だからね、そう多少なりともそう家でね、なんか軽くでも運動できたりとかね、まあ、そうだね、そうだね、うん、うん。やっぱりなんかね、正直僕がそのいろんなダイエットしてきて思ったのは、うん、やっぱり食べなかったりとか食事制限するのが多分一番痩せやすいと、うんうん、なんか運動頑張ったりしたり、うん、なんかいろいろ頑張ったりするとなんかやっぱ食べたくなっちゃうから、なる、そうだからなるのよ、そうだからやっぱりそういう規則正しい食事制限っていうのが一番多分痩せやすいかなとは思ったんだけど、うん、まあでもやっぱ良くないっす危険です、あの急激な痩せ方は。いやそうよ本当に。っていうかさ、これさ、あれよね、去年も同じこと言ったよね。本当よ、ごめんみんな、ごめん、学習しねえな、ごめん、だってかっこいいと思われたい。いやそれは誰でも思うよね本当に、ごめんまあなので、うん、ちょっとそういうことがあったわけですよ、うん、ね、はい、まあね、ちょっと翔ちゃんを反面教師だと思って、はい、皆さんも気をつけてください。はい、急激なダイエットはダメよ。そう、心配かけないねね普通に言って心配かけないね、普通に言ってだからひょにょね、ちょっとまあ心配をかけないで、うん、ください。はい、いや本当に心配するからね、大丈夫かなと思って。だから俺もね、今俺もダイエットしてるけど、うん、まあ無理のないように、うん、しっかりとね。じゃあ久しぶりに今日パスタ作ってね。え、炭水化物はやめた方がいいんじゃない。あ、そうなんだまあいいやそう、だからちょっとサムネとかタイトルとかでちょっとね、ちょっと心配かけて申し訳ないなとは思ったんですけども、うん、まあ今回こういうことがあった感じではございます、うん、はい、別に、なんていうの、まあこういうことがあったんですけど、うん、なんか動画の頻度が下がったりとか、うん、そういうことは一切ありませんので、うんうん、まあ引き続き、まあ、うん、そんな重大なあれでもないしね。そうそうそう、うん、なので引き続き、うん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあまた次回